どうも、ゆるふわチャンネルでーす。今日もご視聴ありがとうございます。さあ、よくね、これ、野菜食え、野菜食えって言われます。まあ、野菜好きで食べるんですけれどもね、特にレタスは大好きなんですよ。そこでね、今日はちょっと、新しく今開発した、このゆるふわ特製醤油だれってやつですね。醤油だれを使ってね、ちょっと、ミモザサラダってやつですね。聞き慣れないかもしれませんけれども、ものすごい簡単なサラダですよ。を作っていきますんでね。まあ今日も動画最後までご覧ください。はい、ではまずね、このミモザサラダに使うゆで卵を作ります。このゆで卵はね、あの農林水産省賞賛の作り方で、ゆでないゆで卵。ってやつですね。作っていきますんでね。まずフライパン、火の上にね、用意します。火はまだつけてませんよ。で、このフライパンの絵ですね。これぶつかると危ないんで、必ずね、ぶつからない場所に置いてください。そしたらね、今度そこにね、卵を入れていきます。卵はね、今回3つ使うんでね、ゆで卵、3つ使いますよ。ゆるふわ。はい、そしたらね、ここにね、お水を入れます。まずね、火はつけてませんよ。お水はね、だいたい下から1センチ。だいたいね、人間の1センチって、この爪の高さぐらいです。爪の高さぐらいがね、だいたい1センチと言われていますんでね。この爪の高さぐらいまでね、水を入れて、1センチですね。ここでね、火をつけまーす。はい、ドン。中火にしまーす。はい、中火にしてね。はい、ここでね、沸騰するまで待ちますよ。はい、ではまずね、この漬けだれを作っていきます。ニンニクですね。これチューブのニンニクで十分です。まあ大体ね、2センチから3センチぐらいね、入れていきますよ。はい、そこにね、今度は、お砂糖ですね。お砂糖を小さじ2杯入れます。お砂糖小さじ2杯。これはすり切りですね。山盛りではないです。すり切りでね、入れていきますよ。はい、そしたら今度はそこにね、醤油です。醤油がね、大さじで3杯ですね。これはね、醤油がベースの漬けだれです。はい、そしたらそこにね、今度は一味唐辛子入れますね。これはね、好みはありますけれども、うちではだいたい5回ぐらい振りますね。5振りぐらいします。はい、そしたらね、ここで一旦混ぜてください。はい、そしたら続いてね、塩です。塩をね、だいたい一つまみです。軽く一つまみ。ほんと軽くです。2本指ぐらいでね、思い切り掴んだぐらいな感じの軽く一つまみですね。お塩を入れますよ。はい、そしたらね、そこに今度ごま油入れますね。このごま油はね、大さじ3杯。醤油とね、同じ量です。まあ、簡単に言うとね、ちょっと自家製のドレッシングに近いようなね、醤油ドレッシングに近いような、そんな感じで作ってますよ。はい、そしたらね、ここでよく混ぜてください。はい、そこでね、今度は仕上げです。仕上げにね、このいりごまですね。白ごま。これをね、小さじでだいたい山盛り1杯ぐらい入れますね。はい。そうするとね、こんな感じに仕上がります。そうですね。本当に、なんか、自家製のドレッシング的な感じですね。はい。これをね、一応、ゆるふわ醤油だれにしようかと、今考えてる、開発中のね、醤油だれですよ。はい。ではね、卵を茹でてる間にね、このレタスの方の準備していきます。レタスはね、こういった外側はね、こうやって回しながら取るとね、簡単に取れます。こういったね、レタス回しながらね、こうやって入っていくとね、簡単に取れますんでね。はい、そしたらね、この根っこの方から一口大にね、ちぎっていきます。一口大ってね、意外と小さいんですよ。人間の口ってね、意外とおちょぼ口なんでね、一口大は小さく手でちぎっていくとね、後々食べやすいんですよね。で、これね、包丁で切っても別に構わないんですけれども、包丁で切るとね、こういう切り口、赤くなっちゃいます。これはなぜかというと、こういった葉っぱとかね、まあ、キャベツももちろんそうですけれども、ポリフェノールが含まれてるんですね。ポリフェノールが鉄分とね、反応して赤くなるんですね。まあ、いわゆる酸化するってことですね。ポリフェノールが酸化すると、こういうふうにね、切り口が赤くなっちゃうんです。よく見るんです。よく見ますけれどもね。それって別にね、毒でも何でもないし、食べても全く問題ないです。
でね、相手もポリフェノールなんでね、体に悪いわけでもないです。そんなに特質良いってわけでもないんですけれどもね。なので、別に気にしなくても大丈夫です。ちょっとこれ多いな。やっぱレタスね、半分にしますね。これはね、次回また作りますね。取っといてね。手でちぎってるんでそんなに赤くならないんでね。はい、こんな感じで。まあ大体レタス半玉分ぐらいですね。そしたらね、今度ここにね、キュウリも入れちゃいます。はい、キュウリもね、なんか好きな感じで切ってもらえればいいですけれどもね。こういった場合のキュウリって、まあこれも半分にしようかな。キュウリも半分にして、まず縦に切りますね。そうすると、この半分になるわけじゃないですか。これをね、トン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 と、斜めに切っていきます。そうした場合のね、この半月切り、キュウリの半月切りってやつですね。こういった形にしておくとね、非常に食べやすいですよ。こういった半月でもいいんですけれども、なんかね、斜めの方がかっこいいような感じがしてね。よく俺が使う切り方なんですけれどもね、斜めの半月切り。こういったね、切り方にするとね、結構おしゃれに仕上がったりしますよ。はい、ではね、お湯の方沸騰したらね、蓋閉めます。で、これでね、4分待ちますよ。はい、では4分経ちましたんでね、火を消します。はい、どんでしょうか。はい、これでね、5分間放置しますよ。これだけでね、ゆで卵が作れちゃいます。はい、ではね、火を消してから5分経ちました。はい、これでね、ゆで卵ができてるはずです。これね、冷やしますよ。これ熱々のままだとね、剥きづらいんでね、冷やします。やけどしないようにね、注意してください。はい、ゆで卵はね、皮剥いたらね、これ潰してあげてください。細かくね。まあ、大体でいいですよ。そんなにね、すげえ細かくしなきゃいけないっていうわけではないですからね。軽く潰してあげてください。はい、ではね、これちぎったサラダとね、切ったキュウリです。ここにね、先ほどじゃねえや、作ったこのゆるふわの醤油だれ、新しい商品って売ってないけどね。はい、かけていきまーす。さあ。はい。そしたらね、これ混ぜてください。まあ、お箸とかね、でもいいですし、手でもいいですしね。手でやるとね、結構簡単にね、混ざりますよ。はい、混ざりました。はい、そしたらね、盛り付けていきまーす。こういったね、ちょっと、おしゃれな皿かなんか準備してね。ちょっとここで汁気を切ってね、乗せていきますよ。はい、こんな感じで乗せていきまーす。はい、サラダを乗っけたらね、我が家ではね、この海苔かけます。海苔、ずわーっと。こんな感じでね、このね、海苔がうまくてね、もうドハマりしててダメなんです。もうこの海苔ないと俺生きていけないぐらいになっちゃってます。はい、そしたらね、この潰したゆで卵ですね。農林水産水晶のゆで卵、ちょっとね、下噛みそうですけれどもね。これをね、上にザバーっとかけちゃいます。はい。こんな感じでね、ミモザサラダ完成でございます。ミモザサラダっていうのは、ロシアの料理みたいですね。この白い雪の上に咲く黄色い花、ミモザに似てるってことからね、ミモザサラダと名付けられたそうです。はい、ではね、このミモザサラダいただいてみたいと思います。このね、ゆるふわ特製の醤油だれ。まあ、ロシアに醤油はないでしょうからね。こういったね、日本特有のね、この進化する料理っていうのね、ちょっといただいてみたいと思います。おぉ、やっぱなんか卵が入ると綺麗ですね。はい、ではね、いただきます。うん。あ、この醤油の風味、非常にサラダとよく合います。このごま油がね、またいいですね。あとこの海苔。この海苔がね、すんごい存在感をね、発揮しますよ。この卵もね、美味しいです。これはね、レタス半分じゃ足りないですね。丸ごと1個欲しかったです。丸ごと1個ぐらい余裕で食べれる味ですよ。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。